こんばんは、稲川のおっさんです。今回はとにかく明るい安村さん、イギリスオーディション番組でバズった理由、これを YouTube で活かす方法についてお話したいと思います。よろしくお願いします。ちょっとタイトルが長いんですけどもう皆さん、YouTube でとにかく明るい安村さんが、イギリスのオーディション番組で、バズった動画っていうのは見られましたでしょうか。検索で、とにかく明るい安村って形で検索しますと、おそらく、イギリスのオーディション番組の動画が多分いっぱい出てくるというふうに思われます。でその中で、今回は、安村さんが、イギリスのオーディション番組でバズったっていう状況なんですけど、この裏側に隠された思考ですね、これを、YouTube に、生かすにはどうすればいいかという形でお話をさせていただきたいと思います。まず、今回ですね、安村さんのこのオーディション番組ですね、特に、イギリスですので、英語で、自分の、芸について、話さないといけないんですけど、英語は流暢で話せるかと言いますと全然そういうわけでもなくて、普通に、日本人なら理解できるレベル程度の英語でしか、安村さんの話はされてません。要するに、どんどん心配するなよとかで、ウェアリングとかで、要するにパンツ履いてますっていうのを、簡単に、こういう画像を使って、それを表現してるっていう状況で、イギリスじゃなくてもこれ、他の海外の国の方の反応も実は、動画でいろいろ今拡散されている状況であります。私先日見ましたが、笑わないなんかロシアの方が、この動画を見たらどうなるかっていうのを検証されてました。その方も笑ってました。あとなんか中国とかはなんか、人前で裸になるっていうことに対してはかなり、厳しい、っていうなんですか、モラルというかそういった、風習伝統があるらしいんですけど、そういった、中国人の方にも、この動画を見せましたら、中国人の方も、すごい笑ってました。結局ですね、笑いに関しましては、国境を越えると言いますか、特に和芸で今回は、売ってるわけじゃなくて、完全に体を張った形の、それも、シンプルに分かりやすいという形の、内容で売っている状況ですので、特にこの左の、審査員の方ですね、この方がすごい、ノリノリですごい爆笑されてたっていう状況でございます。でこれをですね、分かりやすく、YouTube でこれを使って稼ぐにはどうすればいいかっていう風な形でこれからちょっとお話をさせていただきたいと思います。今回バズったっていうところで言いますと、要するに、国境関係なく分かりやすい内容だったっていうのが、答えというような形になりますので、それを、YouTube で、表現するにはどうすればいいかっていうところの、一つのサンプルという形でお見せしたいと思います。その事例で言いますと、例えばこういうやつですね、これは折り紙のチャンネルなんですけど、折り紙っていうのは、日本の、伝統の、おもちゃというか、なぜかそういう風習というような形になってるみたいで、でコメント見ていただくとこんな感じなんですけど、結構海外からこういう感じでコメントが入ってます。ですのでもしかするとあなたも普通に本屋さんで、折り紙の作り方っていうのの本を買ってきて、それをここにこんな感じで上からスマホでも何でもいいんですけどカメラを置いて、でこんな感じで実際折ってる姿だけを、作って、これで動画をアップするだけっていう状況でございます。でこれで綺麗に折れたら、今回はなんか猫の折り方っていう内容だったんですけど、一応タイトルのところにも、キャット折り紙っていう形で書
かれてまして、確か折り紙っていうのはこれ日本のものですので、確か、まあ、柔道とかと同じような形で、世界でも共通して確か通用する言葉だと思います。ですので、まあ、例えばこうやって、言葉とか、風習とかそういったこと関係なく、まあ、シンプルに、分かるものでありましたら、YouTube でそういったものを投稿すれば、日本の国内の方だけではなくて、海外の方からも、見てもらえるような、可能性はあると思います。ですので、この猫の売り方に関しましては、これだけで、304万再生という形でされています。でこれが仮に、0.1 円だとしても、もう30、この1本の動画だけで30万が、稼げてるっていう状況でございます。ちょっと私も細かくは見てなかったんですけど、まあ、180分ぐらいの動画で今もまだ投稿されてますよ。こんな感じでサメとかジンベエザメとかカブトとか、特にこのカブトというのは最近、なんか大谷選手がなんかホームランを打った後になんかカブトを頭にかぶせるみたいなこともありましたんで、まあ、多分そういった意味も含めてだとは思うんですけど、まあ、全部が全部が全、バズってるわけじゃないみたいですね。そんなに視聴回数は、多くないですね。ここだけで見るとだから動画の内容によっては数万再生とかっていうのもされているとは思いますけど、先ほど、まあ、こういったペンギンですと、まあ、2万6000とかまあ推測するには多分そこまで今は、このチャンネルで、メインで多分やっていないというふうに思われるんですけど、まあ、それでも先の動画1本だけで30万稼げてますし、まあ、こういった、国とか言語とか関係ないもの、要するにシンプルで分かりやすいもののジャンルであれば、日本の国内だけじゃなくても、海外でも、まあ、バズる可能性が高いというふうに思われます。あと、まあ、分かりやすいところで言いますと、あとペットチャンネルですね。まあ、ペットに関しましては多分いろんな、ペットがありますので、まあ、それはもう各自皆様で、まあ、調べていただければと思うんですけど、まあ、有名なところで言いますと、なんかハムスターが、口にたくさん頬張ってるやつがなんかすごい再生されたりとか、あとなんか猫がですね、狭いところに、入って体ごと突っ込んで潜っていくようなやつもなんか数千万再生とかでバズってたのも、見たことございます。ですので、あとはもうアイデア次第ですね。まあ、他の、まあ、サンプル例で言いましたら、例えば開封動画に関しましては、これも国境とか関係なく、別に言語も関係なく顔出しもしないですし、まあシンプルで分かりやすいような状況ですね。まあ、開封動画はまあ音ですので、まあ、これも国境とかも一切関係ない、ジャンルですので、まあ、やったからバズるとかっていうのはアップしてみないと分からない部分はあるんですけど、まあ、そういった、先ほどの、まあ、とにかく明るい安村さんの、まあ、事例を参考にしていただいて、まあ英語がうまくなくてもシンプルに、分かりやすいものを表現すれば、それは世界各国で、共通で、皆さんに受けるというような形になりますので、まあ、それを、まあ、YouTube でどういうふうに表現すればいいかっていうのを、まあ、先ほどの、まあお話を参考に、皆様も何かいいアイデアを浮かんでいただければ、それだけでもうまくいけば本当に月数百万とかっていうのも全然稼げるのも夢ではないかなというふうに思います。